身長ビヨン医師学科生成形業専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長が欲しい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてで、ね、本日お話しさせていただくのは13歳6ヶ月のね男の子のモニターさんの動画ですので、ぜひね年齢近い方はこういった動画で参考にされてはいかがでしょうか。それでいきましょう。それで今日ねモニターさんの動画ということで、本日お話しさせていただくのは13歳と6ヶ月のですね男の子の症例ですね、一緒に見ていきたいと思います。こちらは実際に初心時の資料ということで、こういったのを使いながら皆さんに説明していきたいと思いますので、まあ初心ね検討されている方、こういったのを見るとまた理解深まるんじゃないかなというふうに思います。まず皆さんにねこう目標の身長を立てていただいてますので、まあこういったところをぜひ立てていただくといいと思いますね。昔の動画でそういうどういうふうに立てるのか、そういったのを説明します。ご参考ください。それで今日お話しさせていただくのは、まあどういうふうに最終身長このお子さんがなっていくのかと、まあどういった治療ができるのかと、生活習慣で気をつける点ですね。まあこれ全部説明するとね、おそらく1時間以上かかっちゃうんですけど、もうピックアップしながら説明していきたいなというふうに思いますと。今回、まあ、目標はちょっとモニターさせてないですので、まあ、一応そこら辺で、ね、まあ、皆さん立ててやりましょうねというところで、どうですかね、まあ、分かりやすい例でいくと、よくあるあるなのが、例えば170と175とかだと思うんですけど、まあ、今回、例えば175とか、そういうふうにしてもお話してたらどうかなとか、そういうふうにちょっと話してみましょうかね。じゃあ、まずはね、最終身長の方を予測していきましょうということで、最終身長予測数が、ね、5個の項目ってことで、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、春季症状、ご両親の身長、そして採血結果ですね、まあ、こういったところを見ていきますよということで、まあ、通常の採血の結果でも1週間後かかりますので、まあ、初心時で5個の項目を予測していきます。ただ今回モニターさんですが、すでに採血の結果もありますので、まあ、そこもね今日説明していきたいと思いますということで、まず1つ目ということで、まあ、初心時のですね、まあ、現在の身長は初心時の身長、これもうねあっという間に2022年のデータになってきたから、だいぶね年数が経ってきたんだけど、このお子さんは受診した時は13歳と、6ヶ月で 162.2cm でしたっていうところがまず最初のデータになってきます。まず仮に平均的に身長伸びていったらどうなるかなって少し考えていきましょうとか、成長シートをねこちらの方を使っていきましょうということで、成長シートの方、まあ皆さんも、ご理解いただいていると思います。こちらの方ね、公式 LINE の方で無料で配布してますので、ぜひね、もらってください。こちらの方で、ね、13歳と6ヶ月ってところで、まあこういったところ、ここでぐーっと、よいしょ、行くと、ここですよねーってことで、まあ、平均で見ると真下に下ろしたところで、172.8 から 173.6 と予想されますよと。ただこれってあくまで平均的な伸び率になるので、それも高くなる場合も低くなる場合もありますので、まあ、2番目以降の場合だと、そういったのをね、どっちに行くのかなって検討していきましょうと。で、今日の身長以外じゃ昔の身長どうなると見ていきましょう。昔の身長で見ていきますよ。ですね、で昔の身長見ていくとぐーっと来て、まあ、落ちてきてぐーっと上がってきてるということで、まあ、今ねこの12歳6ヶ月ぐらいからこう上り始めてきてるってところを見ると、まあ、比較的盤石って言っちゃっていいんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういった意味は高くなるのかなとか、そういったことを思いますと。で次、レントゲンの検査ということで、レントゲンの検査がこちらの方ね、レントゲン検査ということで、ここ隙間の部分ね、ここが空いてますので、早熟の子ですと14歳0ヶ月とか、そういったことはここが閉じてきてるので、まあ、そういったところがないってところを判定すると、まあ、骨折もそんなに進んでないのかなっていう説明になります。一応初心時の私の測定度で13歳6ヶ月でパソコンの方ねで読み込むと 12.73 と 13.44 っていうところが出てるので、まあ、ここからも盤石判定っていう表現でいいかなというふうに思います。まあ、一応骨年齢はまあ一応13歳と6ヶ月なんだけども、パソコンはもうちょっとね若いですよってことで、まあ、盤石でいいんじゃないかなっていう説明になってくると思いますので、まあ、通常先ほどお伝えした172とか173よりは高くなるというふうに考えても無難だと思います。次、春季症状というところで、まあ、春季症状を、ね、チェックしていきましょうねってことですね。春季症状の中で最も重要な項目がこういった、おちんちん毛が生えてくるとか声変わりしてくるね、こういったところすごい重要ですので、まあ、こういったところぜひ参考にしてください。このお子さんに関して言うと13歳で声変わりしたかなというふうに記載ありますね。なので13歳で声変わりをするともうそれだけの盤熟になりますので、まあ、やっぱり盤熟傾向で間違いないという印象になってくると思いますので、まあ、通常最初で1で求めたね、上記1でというのはいわゆる平均点身長のみね、それよりは高くなることが、期待できる。次、ご両親の身長から計算するということで、お父さんとお母さんの身長が、お父さんが163のお母さんが155というところで、まあ、ここからはあんまり高くないんだよね。で、ここから計算すると、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13割るにですね、まあ、男の子であれば、ね、そういった式になってくるんですけども、それをすると165.5というところなので、まあ、結構ね、まあ、控えめな数字というか、少し低いなという印象になってくると思います。まあ、ただ、一般的に13歳以上だと、まあ、少し検討が除外するかなというところで、今回13歳6ヶ月ですので、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなってところですね。ただ一応プラスマイナス9ってことで最高でプラス9って考えると、まあ、174.5 っていうのが、まあ、いわゆる遺伝的な壁というふうな表現を私使ってますけども、まあ、そういった壁が存在するようなところかなってことで、まあ、ここから大きく離れるってことはなかなか難しいのかなと。まだ、あね、一言で180センチないとか、そういったところは少し、難しいというふうに考えるとか無難かもしれません。じゃあそれを踏まえて何センチなのと踏まれればなんだけど、私が一番初めの初心時に予測した時は171.9から174.5
3.5 ぐらいかなというふうに説明してますけども、まあ、これに関して言うと、まあ、遺伝身長低い分ですね、遺伝身長がこういったところでプラスマイナス9がマックスってことを考えると、まあ、あんまりちょっと、ね、少し高め予想するのはちょっとビビっちゃうかなってところでしてるんですけども、全体として見ると盤熟判定の傾向強いですので、まあ、こういうふうな判定をしながらもこういった上の部分ですね、もうちょっと高い数字175、176、177とかこういったところも十分目指せる、そういったようなデータになってくるかなというふうに思います。まあ、ただ、まあ、一応こういったところの記載上は 171.9 から 174.5 とか、そういったふうにご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、次に採血の結果ですよと、1週間に通常出るんですけど、今回モニターさんの動画ですので、まあ、ALP の値とか男性ホルモンの値とか、そういったところで改めて早熟なのか晩熟なのか判定していきましょうと、あと栄養状態どうなってるかなとか、成長ホルモンの値どうかなとか、あと甲状腺の異常がどうかなとか、こういったところもチェックしていきましょう。はい、こちら実際の採血の結果ですね。もうちょっとね、今回データがいろいろあるので細かく見ていきましょうと、 AST と ALT ってこれが肝機能を意味しますよと、肝臓ですね。ただこういったのは悪いとサプリメントやめましょうとか、そういったことをお伝えするような内容になります。これクレアチンってこれ腎臓ですね。これ低い分には問題ないですので、子供で通常低いですよ、そこも心配しないでください。あとこれですね、 HbA1c、 これ糖尿病の検査ですね。例えば糖尿病の検査でまあ陽性だったりすると、まあ、成長ホルモン投与ができませんねとか、そういったことをお話しします。これはビタミンの D ですね。これビタミンの D に関して言うと、今の段階だとこれ基準値もね、私もいろいろまあ見ている中でもいろいろ健康してるんですけども、だいたい50から80ぐらいに調節していくことが多いですと。これが男性ホルモンですね、まあ、性ホルモンと表現しましょうか。こちらが 1.09 というところで、やっぱり13歳6ヶ月 1.09 ってのはやっぱり低い印象を受けますので、まあ、今回盤熟判定というふうにお話をさせていただいてますけど、採血上も矛盾ないかなという説明になると思います。これにまあ対比するようにとか総合するようにして ALP も重要になってくるんだけど、 ALP の方が247ということで、ここはむしろ控えめだなっていうところになります。で、ここ247に関してとこれをどういうふうに捉えるかがすごく重要で、ただ ALP ね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に説明だけしていきますよ。簡単に分かる ALP ってことで、車がただどれだけ走るかって質問を挙げた、速さと時間の積分値で表されます。どれだけ身長飛びますかって質問を挙げた、ALP と骨年齢の、こういったところの積分値で表されます。速さに関する ALP で、時間に関する骨年齢。今回は骨年齢が少し盤熟、だから時間が少しあるので、平均的に伸び率よりは少し、ね、高い身長を期待できますとお話をしています。ALP で今回247ってところで、通常こういう風なカーブを描きます。こういう風にね、思春期とともにピークを迎えていって、でその落ちてくるっていうデータになってくるんですけども、今回この247が落ちてくるデータなのか、これが上がってくるデータなのかっていうところに興味があります。これに関して今回ねはっきりと分からないです。でテストステロン値がだいたい1前後ぐらいの時にピーク迎えることが多いで、これも別に必ずそうなるわけじゃないですよ。人間の体っていうのはすごく複雑で、例えば年齢とかいろんな状況になるので、それだけで決まるわけじゃないのなんとも言えないんだけど、例えばじゃあテストステロンが 0.2 とかそういったところでピークを迎えるかって、それもほぼほぼないかなってところで、逆に言うとテストステロン5とか6とかそういった時にピーク迎えることはそれはあります。そういったのは見ますので、そこも含めてってところね。あとは骨年齢が例えば14歳以上の時にこれがピーク迎えるかって、それもほぼほぼないですので、今回ちょうどそこの判定がつかないってところで、どっちの判定なんだろうなってところは私も気になるところですね。今後そういったところの数字を見ながら、予想が加わっていくような内容になってくると思います。ちょっと採血の方戻りましょう。あとは鉄ですね。鉄に関してはこれは血色測定で貧血の値みたいですね。これも完全に大人の値になってます。結構こういった面では成熟が進んでるなとか、そういった評価にもつながっていきます。あとは甲状腺の値とかですね、そういったところ見ていきます。甲状腺はこうですね、 FT3 TSH T4 こういったところを見ていきます。で全部異常なしですね。でお子さんの場合ですとこういった結構異常値を期待している人も多いですけども、まあ、基本的にはそんなにちょっと異常値があるくらいではほとんど問題ないことが多いですので、あんまり敏感になりすぎない程度でいいと思います。フェリチンって値ですね、こっちの方です。これは貯蔵鉄、鉄のどれくらいストックされてるか、そういったところ見てますけども、そこの方はしっかり結構意外とあるかなとかさ、亜鉛は少し低いなって、ここもう少しあるといいと思います。ソマトメジン、これは成長ホルモンを反映しますけども、こちらもいわゆる基準値内ってところで、まあ、問題ないでしょうということで、まあ、前提として見ると当たり前ですけど異常があるわけじゃないですし、まあ、盤熟判定に関しては基本的には矛盾ないという表現でいいんじゃないかなと思いますので、まあ、最初お伝えしたような栄養測が概ね正しいでしょうということでいいと思います。そうすると、まあ、例えばですけども、まあ、今回仮にね目標175だとすると 171.9 から 174.5 っていうような、ところになってくるんだけど、まあ、一番低いところが見積もるとプラス3センチぐらい 3.1 センチぐらいしないと、目標に到達しないんだけど、どうしようかねってところを治療を検討しましょうというお話をしていきます。ちょっとここからは、まあ、モニターさんというか、YouTube 動画で簡単にだけ説明していきます。まあ、治療としてはですね、こういった成長ホルモンを補充したりだとか、神経を遅らせたりとか、栄養補充やったりとかするよというふうにお話をしています。こういった動画すごくわかりやすいですので、こういったの見てください。縦軸が伸び率、横軸が時間軸だった上で、この積分値がそのお子さんの身長になってきますので、この積分値を最大化していくっていうことが、今回の目的になってきます。成長ホルモンを行って、こういうふうにグッと伸びて、上乗せできたりだとか、まあ、栄養補充がグッとできると。栄養欠乏と欠乏のね、こう入り組んでしまうというか、
へこんでしまうという表現です。で春期が早くなってくるとこの手前側にこうシフトするとこう面積が狭くなりますよ。なのでこの思春期を遅らせるってことによって、面積を最大化していく、そういったこともやりますよと。ただ今回に関して言うと、まあ、これ以上思春期を遅らせる意味はあまりないので、まあ、こういうタイプに関してはあまり思春期を遅らせることはやったりはしません。じゃあちょっとね、生活習慣の方をちょっと今から説明していきます。実際のね、受診していただくと19ページもうこんな感じでバーっていっぱい説明しますので、まあ、受診していただくと、まあ、かなりいろいろ勉強できると思いますので、まあ、少なくとも受診して効果することはほぼほぼないと思いますので、まあ、ぜひご参考いただくといいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと生活習慣ね、少しだけ振り返りたいです。こちらの方もね、実際受診していただくともう何十ページと通して説明していきます。カウンセラーが丁寧に説明していきます。質問もたくさん受けれますので、まあ、そこまでやるといいんですけど、まあ、今回無料のコンテンツですね、少し触りだけお話ししていきたいと思いますね。睡眠の時間にこういった時間ね、データに基づいてやっていきましょうねとかですね、あと睡眠の質を上げるためにね、まあ、こういったとこ気をつけましょうねとか、意外と普通のことだけどパジャマに着替えましょうねとか、こういったのも重要ですよね。あと運動ねやりましょうねとか、まあ、2回ぐらいね、ね2、3回ぐらいやるといいんじゃないかなというふうに思います。あと食事ね、まずバランスのいい食事が大事ですよ。タンパク質たくさん摂取してねとかですね、まあ、特に動物のタンパク質たくさん摂取するといいと思います。まあ、こういった厚生労働省のデータなんかを見ながら、通常皆さんですね、受診していただくと実際何グラム取ってくださいねとか、そういったところもお話をしています。ちょっと今やってみようかな。今回13歳ですので、ここで見てみると推奨量は 60g ってところになります。でこれ体重あたりの量も大事になってくるので、まあ、そこも考慮していきますけど、今回体重は 50.4 キロ なので、まあ、もうちょっと摂取してもいいかなって印象になってくるので、まあ、実際70とかもうちょっとかな、 75g ぐらい、これぐらい1日あたり摂取してもらうかなというふうに思います。ここでねちょっと鵜呑みにしないでいただいて、実際受診してから判断されるようにしてください。あと卵も重要ですので、まあ、そういったところも見ていきます。あと、まあ、どうしてこういうアミノ酸が重要なのかとか、そういったところもお話ししていきますので、はい。まあ、ちょっとまあ、こんな感じでいいかな。じゃ最後ちょっとこれ少し話そうかな。私のメディアでね、今までこういうふうに出てますよっていうのでもたくさん出てますので、あと新しい本もね出版されますので、まあ、ぜひそういったところもね、皆さんご参考いただければと思います。すごい身長伸ばし方で、これ2月22日でもこの動画が出てる頃にはもう発売されてるかな。はい、ぜひね皆さんそういったところをご参考いただいて、身長伸ばすのにね、ぜひご参考ください。それではまた、バイバーイ。